こなかったでしょ。そう、ね、去年最初から出てきたんですけど、はい、まあ、こうなっちゃったわけですよ。そんななんか得する話しないよ、言ったけど本当にしないよ。すいませんね、なんかカメラ構えていただいてね、すいませんね。さあ、どう、何をまずテーマにしますか、これ。そうですね、そう、私の予定ですか。これはソネさんの。でもその時はね、その時は私絶対言うから、みんなに絶対すぐに言う。けどあれですよ、コナツお姉さんが卒業の時は、まあ、ここのホールももちろんいいホールですよじゃなくて、はい、球場のセカンドベースの後ろにピンスポット、ピンスポット1本当ててもらって、はい、マイクを置いてもらってご卒業と。それぐらいやってもいいよね。それぐらいやってもね、来てくださいますよ、皆さん。小夏お姉さんで言うて来年で 13年目。やだ、もうお兄さんですら11。ねえ、スケッチブックもらっていいですか居酒屋みたいになっちゃったすいませんすいませんっつってグレハイとか頼んでもいいのかな、ダメかななんかそういうのもありだ ね、すごいシュッて出てきたすごい、ね、すごいな、慣れてるですか、もうね、じゃないよ。あ、ちなみにこんな話をしてる最中でもう列が進んだら順次呼びますからね。言います、容赦なく言いますから。止まらないでくださいね。そんなにいい話しませんか。お願いいたします。大丈夫、はい、ちなみにちょっと聞いてみたいんですけど、今日、千葉から来たよ、地元だよって方、はい、はい、あ、たくさん手が上がってる。じゃ ありがとう。じゃあ東京ですって人、はい、あ、東京の方もありがとうございます。あ、スケッチブックも来てます。そして神奈川だよって方、あ、神奈川からも。埼玉、あ、埼玉、多いそう、多い。茨城とかいます。あ、ありがとうございます。え、もうちょっと遠いよって方は、ほう、いる、いっぱいいる。ちなみにもう全員聞いちゃおう。どちらですか。仙台、仙台、 ありがとうございます。そして大阪、はい、大阪、名古屋。なんで、ごめん、なんで本拠地ばっかなの各地あるよいいの。他に、はい、群馬、はい、はい、大阪、ありがとうございます。あ、ありがたいことですわ。嬉しいですね。で、こうやって遠くからね。ちなみにパフェスも見たよって方、現地でパフェス見たの。どれぐらい。パリフランスフェスティバル行ったよって。あ、ありがとうございます。北海道は、だって北海道の方いらっしゃいますか。北海道は、あ、いらっしゃいました、いらっしゃいました。さくらって呼んでますありがとうございます。でもそうやってね、試合がない、はい、今日試合ないですよ。ちなみに試合ないですからね。ね、石垣にいますから選手はね。ね、はい、呼びます。